髪の毛の種類としては比較的細めで硬い方です。そして11レベル程度のカラーリングが施されている状態です。まずフェイスラインの癖ですが、粘点性の癖はありません。波状毛になります。続いて、後頭部。後頭部に結構強い癖が、存在しています。でここも波状毛になっています。シャンプー後、髪が濡れた状態で、癖の出方をもう一度確認しましょう。フェイスラインの癖に関しては、濡れた状態で少しうねりが強く現れてきました。こういう濡れた状態で癖が強く出てくるので、プレクリームを塗布することによって、プレクリームのチューグリコール酸、これが S1 還元を行ってくれます。後頭部に関しては、先ほどの乾いた状態でのうねりの状態より少しうねりが弱まってきました。ということで、新成分に対してのアプローチは S2 還元をメインに行うシステアミン607を使用したいと思います。続いて、既処置部の部分です。半年ぐらい前にストレートを行っていますけども、さらに若干のうねりが戻ってきています。こういった部分に関してはプロテクション&ブリッジを塗布し、さらにその上からシステアミン104、これを上塗りすることによってアルカリのパワーをコントロールしながら施術を行っていきたいと思います。まず癖の強い部分を中心に根元5ミリを開けて、プレクリームを塗布していきます。このプレクリームはアルカリ度がゼロで、作られているために、後から上塗りしていくシステアミンの607のアルカリパワーをコントロールすることができます。アルカリ度を下げることによって、一つはダメージレス効果と毛髪の硬化現象を防ぐことを目的とします。既処置部全体にプロテクション&ブリッジを塗布しましょう。上から来るシステアミン104のアルカリキャンセル効果を用いて、ダメージ毛に合ったアルカリ度を選定するという役割を果たします。ブロッキングを行っています。この意味合いとしては、的確な、塗布位置の把握、それから特に癖が強い部分にはペーパーを使って固定化していきます。その作業効率のしやすさを目的に前頭をブロッキングしていきます。本還元に入ります。ここにシステアミンの607を使用します。続いて、中間から毛先、既処置部ですが、システアミン104を使用していきます。特に癖が強かった後頭部部分に関してはペーパーを使い、しっかりと癖を伸ばした状態で固定化して還元させていきます。
直毛の状態で還元させることにより中間処理した後に行うアイロン施術、このアイロンの熱問題からも解決でき、結果として硬い髪の毛のない自然な丸みを持ったストレートが完成されます。クリームがついている状態で、なかなか読めないなと思っている方は一度ここで、水スプレーをかけて、余分なクリームを拭き取ってみましょう。毛髪から薬剤を取り除いた段階で髪を戻すように何度か動かしてみてください。そして、手のひらに乗せて、髪の毛がしっかりとまっすぐに固定化されていれば還元終了という形になります。基本的にワンスルーで全体的に行っていきます。アイロンの温度は180度固定で行いましょう。一剤の還元時に毛髪のダメージ度合いに合わせてアルカリ度をコントロールしているためにアイロンの温度を変える必要はありません。根元に対しては、軽い質感、毛先に対しては重い質感というものを狙っていきたいので、根元中間と毛先で2種類の2剤を使い分けます。中間から毛先の部分は、クリームタイプで、いきますけども、塗り分けのことは特に強く意識をせずに大丈夫です。